は使えないや。は？今、何か動かなかったか？何かいる。あの岩みたいなやつなのか？音が聞こえなくなった。襲ってくる様子はないようだけど。何が近づいてるのかわからないのも怖いし、ゆっくり近づいてみるか。できるだけ刺激しないように。あれ？草むらの中、見えないけど何かいる。そうだ、目には見えないけど、怖いけど。そう、あれ、いや、スマホのカメラで気配を見つけたことがあったっけ。よし、やってみよう。なんだ今の。一瞬だったけど、確かに何かいた。でもまた襲いかかられたらどうしよう。考えてばかりじゃ拉致が開かない。辺りをスマホで見てみるか。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。タクマ？それが名前？よろしく。答えになってないって。いや、それより
待っていたって。そう、僕たどうして、どうしても何もどうしてなのか。それを聞きたいのはこっちだって。僕は人間だ。ま、人間もうタクマに会えて嬉しい。タクマの必要でここに来るのずっと待ってた感じ。必要ってどういうことだ。とにかく僕にはタクマだけなんだ。僕はタクマをずっと。なんだよそれ、わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな。よ、僕はもう子供じゃないぞ。中学生って何？それは。タクマ、さっき自分で子供って言った。それは。子供じゃん。ほらほら。うるさい。いたのか。この野郎、見た感じ動きは鈍そうだし。突進してきた。まずい、また突進してくるつもりだ。
て無茶なことをするんだと思ったけど。タクマ違うよ。アグモン？うん、コロモンだったけど今はアグモン。よくわからないな。まずはお礼を言うよ。助け。お礼を言いたいのも、助けてもらったのも僕の方だよ。危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも。僕のおかげって。そう、なんだかわからないけど、たくま。はい。どういうことだよ。一体それってどうなってるんだ。そうだよな。いや、今のは褒めてないから。とにかく、こんな変な生き物を見たら、みんな?ああ、僕の仲間のことだよ。いろいろあって、この近くの神社まで一度は全員集まったんだけど。そうだ。とにかく、一度校舎に戻らないとな。見知らぬ土地で、キリ？そりゃ好き好んで入るわけないだろ。ただでまたあの変なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性なあ、アグモン。あれ、仲間？あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でもないぞ。いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲間。第一、僕はあいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。ん？ひょっとしてあの岩みたいなやつ以外にも、いっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、もちろんいいやつもいるし悪いやつもいっぱいか。ちょっと頭クラクラしてきた。誰かまだこの近くに。僕の化け物じゃないぞ、岩み。それ とにかく僕はその道すがらに、アグモンも。おお、わかった。ああ、今のは、うん、人間。あの声、多分ミノルの声じゃないか。
こいつを何とかするから。ダメよミノル君、危ない。相手がダメ。そこまでだ。この子たちに近づかないで。増えた。この狼藉者め、これ以上は俺が許す。あなたのことはお前たちもう大丈夫。こんな数無理だ。ミノル君どこ行くの。助けを望むなら全力で答えよう。なるほど、あいつはどうやら味方らしいな。ミノル、頑張るぞ。よし、俺が行こう。
型をスクラッチスマッシュ。ゲゲゲゲ。こいつとばったり出会って驚いて逃げたところに、ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに。いや悪い悪い。すごいもんだな、ミノルのやつ。タクマだって僕とすぐ仲良くなれたじ。すぐってわけじゃなかった。っておい、タクマ、なんだそいつ。それを聞きたいのは僕の方もだって。さっきも見ただろ、僕たちを守ってくれたんだ。確かに。何度もそう言ってるのだがな。とにかく今はこんな見知らぬ森に仲間が増えたのは心強いよ。あ、ん？ど、いや、その、ごめん、俺葵さんと慌てて一目散に逃げ出しちゃって、葵さんを、無我夢。まずいな。多くはないが、いくつかいるのは感じる。すぐに葵さんを探っ、あたりにはいなさそうだし、別の場所。たくまくん。さんも無事だったんだね。どうやら探し人は見つかったようだな。よかったよ。もうミノルくん、悪い悪い、本当ごめん。今度はみっともない姿は見せないから。またそうやってふざけて、もう心配させないでちょうだい。女の子を置き去りにして逃げるなんて絶対許さないんだから。なんだこの生き物。あなたか。いや、でもそんな雰囲気じゃ。待て、二人と、この子なら大、いや今俺お尻噛まれそうだったんだけど。そんな汚いお尻なんて噛み、さっき怪物に襲われそうになったと。葵は私が守りますからね。ワンちゃんって、葵さん安心して、ラブラモンもいいやつだよ。僕前から知ってる。あ、恐竜の僕アグマン。そして俺がファルコモン。よ、ねえあなた、ラブラモンって名前なの？そうだよ、葵。これからもよろしくね。大変、あなた怪我をしてるわね。女の子を置いて逃げてしまう。こんなじゃ、ミノル、やっぱ一度校舎に戻ろうぜ。今どこにいるかもよくわかんないけど、近くにあの神社があるってことは歩いて帰れる。とにかく日が暮れるまでには。なあ、本当にここってさっきまでいたとこか。地形が全然違う気がするんだけど。え、さっき通ってきたトンネルへの道がどこ。それにそもそもキャンプ、それってまずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあ、アグモン。あと、ファルコモン。わかるよ。
知っていることなら何でも答えよう。僕たち校舎に戻りたいんだけど。わかっ、それだったら見たこと。本当か。うん、校庭か。場所なら俺がわかる。ありがとう。ふむ、どうやらあれで間違いなかったようだな。うわーい、あともう。ラブラム、足の怪我は。心配してくれてありがとう。どうにかここまで戻ってこれたんだ。それにしても、お、ここまでの移動でスマホ、この辺り全てが通話可能エリアの外で、もう校舎の。本当だ、 GPS や。こっちも同じだ。それにさ、気づい、そういえばそうよね。じ、だったら戻ってこれるのは変だって。ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに。早く行きた。気にはなるけど。通ってる学校はここじゃないよ。学校は学校か。たくま、勉強だけじゃなくて。そっか、じゃあ。ああ、でも、あれ？いや、いないどころか。本当だ。もしかして、ミノルも気絶してたのか？ああ、俺も。どうして？それを知りたいのは俺の。どうなってんだこれ。夜の校舎すら普通に怖いのに。やめてよ。落ち着けミノル、俺がいるから大丈夫。そうよ、葵は私。気絶してたのってどれくらいかな。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。通信で時間が合わせられ。じゃあその破壊兵器とか天変地異で。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊。気にはなるけど、今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。ボロボロだ。ありえなくないな。気をつけ。うっ、どうしたの。ちょっと大丈夫ラブラモン。痛むのか。しっかりしろラブラモン。私救急箱を探してくるわ。保健室にならそういうのあると思う。まずは1階から探そう。
階から声がしたけど、どこなんだ？ダクマ、こっち！ああ、間違いない。行くぞ！アグモン、知ってるか？知らない。でも、怒っているようには。あいつの名前は確か、クネモンのはずだ。クネモン？もう敵じゃないからさあ落ち着いて。なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子タクマたちの仲間なのか？どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。こんな時でもやっぱ。うるせえ、幽霊もいたし。この先って、なんだよ。もしかしてこれってあっちか？ふざリョウのやつ、ビビりすぎて幻覚でも。いや、確かにこの者が言うように。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろう。なあタクマ、あっちの方写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時もない。ちょっと待て。もうこんな時にか。何か映るかな。注意した方がいい。まだ何か気配を感じるぞ。何かって。おい、ねえ、葵どこ？葵がいないの。今までそこしまった。いつ、化け物？そうだ、すげえ早くて一瞬のことだったけど、確かに俺は見たんだ。なあアグモン、葵さんをさらったのも
お前たちとも？ああ、早くて何、嘘だろ、全然気づかなかったぞ。そんな速さで襲われたらどうすりゃいいんだよ。ゴツモンの時と同じだ。このカメラに嫌だ、そんな、一瞬嫌な気配がしたんだが、もっと周りを気にすべ。どうする、どうするもこうするもねえだろ。何言ってんだ葵さん。今から追いかけても間に、まだそうだと決まっていないと思うけど、とにかく手分けして葵を探し、確かに葵さんが心配。そうだ、ああ、承知。ありがとう。それじゃ、私先に行くわ。ダクマ。ああ、気を急ぐぞ。
こんな状況で襲われたらって。本当だ。悪魔、急ごう。早くこの学校から出て行って。え？あいつらを刺激しないでよ。あいつらって？そう。襲われたら君たちは抵抗もできない。出て行くなんてできないよ。仲間がお願いだ。何か知ってるなら教え。何？お姉ちゃん。あいつらのことを教え。本当か？お姉ちゃんがそうしろって言う。襲ってきたのは大きい蜘蛛みたいなやつで、最近いきなりここを。ああ、それって毒蜘蛛だな。あいつは嫌なやつだぞ。あいつらの住処は体育館でも、そこは蜘蛛の巣で塞がれて。ああ、僕と。あいつらは天井裏とか床下を通って学校中を移動してるんだ。あいつらが使ってる通路への抜け穴が食堂の床下にある。食堂？そうだったのか。教えてくれてありがとう。あいつは獲物をさらってもすぐに殺したりしない。でも獲物から食事代わりに精気を吸い取るから、時間が経てば。助けるなら急いだ方がいいよ。あ、さらった獲物を取り返そうとするなら気をつけて。君たちこそ二人っきりで大丈夫？僕たちは平気だよ。あの蜘蛛が来る。そっか。それじゃ、僕は行くよ。食堂へ急ごう。あ、わかった。少し落ち着け。クネモンは。ミノル、リョウ、見てくれ。これで葵さんを助けに行ける。ここを抜けると。もち、当たり前だぜ。いざ決戦だ。おい、急がなきゃ。ラブラモン、
たちも行こう。おう、ハハハハ！
が行こう。
い敵だったな。よく頑張ってくれたよ、ハグモ。葵を助けるためだもん。これ式のこと平気よ。あ、葵よ。そうだ、葵さん。おい、うるせえ、ごちゃごちゃ言ってねえで。葵、待っていろ。私を助けてくれたのね。こんな本当にありがとう。いや、ほんとアグモンもすご。ああ、それなんだけど、それって、うん、全然まるで変身って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかし。過酷な環境変化に適応するため進化か。強い思いが僕のタクマの気持ちに応えたい。そう、つまり強い思いがあれば進化するってことか。要は心の絆があること、パートナーってことね。パートナー。しかし心の絆か。さて引き上げるか。本当だよ、ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。さーてと、あのでかい雲の怪物は倒したし、雲の巣全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物。怪物、校舎どころじゃねえよ。一体ここはどこなんだ。うタグマ、僕もクタクタだよ。私もよ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね、みんな。え、私も気になるけど。そうよ、ちょっとは気をつけ。それに夜に外へ出るのは危険だ。そっか、他に行くあてもない。気乗りはしないけど。冗談じゃねえ、幽霊もいるんだろ。こんな。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それはとにかく今日はいろいろあったしな。心っていうか脳みそっていうか、私にはまだこれが現実だな。信じる信じないはナンセンスですよ。でもそうだ、まあとにかく、休まるわけねえ。幽霊って、幽霊なんて。そうだよね、そこら。お化けじゃなくて。やっぱ雲のお化けみたいじゃん。そうだな、正直俺も。なんだよりょう。おいおい、あんま違う。あ、大事なことはちゃんと説明して。でもまあ、み、
教授、まさかとは思いま…そのまさかかもしれないな。この神社には何度も来てるはずなのに、行けども行けども見た覚えのない子たちに…なんかそこら中もやがかかってるし。そんな、子供の足でもこい…私たち遭難しちゃ…普通ならば考えられない。確かにこんなところで遭難などありえない。じゃあ一体何が？これはあくまで推測だが、例えば…やだ怖い。それが原因で方向感覚が狂うことも十分。私が気づいた時は季節外れの彼岸。そこで君たちの声を聞いて駆け…確かにちょっと記憶も…さて、その原因を探り、ヒントを…引率の先生じゃないんだ。帰還できてもキャンプの宿泊所だし、自宅は…へりくつ言わないで。今はそんな弱音を…そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて…まあまあ…いいですよ。当たり前だ、教授に…教授も…君も年長者なら、あた…とにかく、今ここにいるのは…それはそうで…何今の？この辺りならさすがに熊じゃないでしょうし。どうだろう。ロクマ、これって生き物な、教授、こんな生き物いるんです。君は、なんだ。これってもしかして伝承にあった例のその獣が。まさか実在したんですか。そんな。もしもー、こら不用意だって。まずい。私たちこ…いかん。そんな…嘘でしょ。早く教授、来るんじゃない。このままじゃ危…お願いだ修二。教授…修二…行くぞ佐紀君。いいからに…それでいい。大人の私が修二君…待ってよ修二。教授の思いを無駄にするんじゃない。襲われて、なんと毒、次から次へと負け。そう、必死だっただけだよ。あれはしょうがないだろう。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないことは